ベル以外でここに入った人間はあなた方は特別な。これが偉人町における町の防犯映像、その他さですが、これだけの。そんなわけ、町中から東電し、ええ、偉人町において我々は比較的に新参者でしてね、清流会やハンピン・リューマンとの島争いに遅れを取り、その、我々はこれらの映像から導き出される情報を消費、そして武器とし、身をコミジュルの勢力は真っ向勝負の戦争ですから、我々が生き残った。バランサー、例えば我々は即座にその情報を清流会に、均衡を崩そうと動いた個人の情報を徹底的に、そういう活動する我々の存在によって、またつまり横浜はその間を取り持つ情報組織で成り立った。そういうことです。感謝状をいただいた。ちなみにもし火種を、ケースバイケース、そして少々この世から消えていった。じゃあえ、乙姫ランドの店長の死亡推定時刻、その直前の店さ、ラオマーとその位置、おお、俺らはもちろん承知した。今の映像を見ればマブチは黒は、しかしすぐにあなた方にはまどういうことだ、ご覧になっ、なんかしょぼくれた声出すなって。今度は何？どうぞ近くまで行ってもらって結構ですよ。偽札、エンド偽札だ。また偽札、どうなってんだ。ラオマーの偽札とは出来が、あっちは所詮マフィアの一時しのぎ、少し見れば仕事の雑さが透けて見える。でもこっちはミクロ単位まで正確に寂しかった？いい女が急に。私もちょっと化粧でも直し、やっぱりあなた面白い。ちょっと、ごたくはいいから。少し言葉を。いいのよ。何なの？皆さん、こちらは孫妃。総帥？コミジュルの。マブチの倉庫で。妙な箱に詰められた白紙、ああ、あれはとても特殊な紙なの。中国で作っ、そしてここで、え、じゃあ盗んでないわよ。あの、まずコミジュルが日本円を作るために紙の出来上がった紙は一旦マブチ、そしてハンピン・リューマンの人、ハンピン・リューマンの誰に、全てハンピン・リューマンのと、じゃあもちろんよ。あの紙は、じゃあ人民元の方はど、それともそのどちらで、え、あれは言うならハプニ、マブチの部下がある日、その男はかつては偽札ビジネスを、そしてマブチに提案した。マブチはその話に乗った。マブチがかよそぬ、マブチはそんなに頭の切れる人間、いい部下を持ってラッキーだ。チョウはマブチが人民元を教えたわよ。でもチョウはすでに、だって人民元の製造、紙の使い道を部下に聞かれたらチョウだって説明に困る。ましてや日本円製造ビジネスはお金になる。それにマブチの会社の維持のため、それが長の判断。じゃあマブチは当然知らないわよ。しかし知らないこととはいえ、あの紙は縁をする、オーダーメイド、知ってる？縁の紙は、ただし他の原料や配、あの手触りはそう。じゃあなんで、あん、ある筋からその情報は何十年も前でしょうね。あな、あ、いや真に受けてんじゃないっつもそう、だからほとんど誰も知らないはずのその偽札を。
なんであなたは持っているの？え？一番。お。やっぱりこの万札はこの場所から漏れたエラー品ね。どこにも存在してはいけないはずなもの。あなたはどこからこれを？我々の監視システムはあなたがこの町に現れた時からの様子をずっと捉えていました。当然その偽札を手にしているお姿もです。ですからゆっくり話を聞かせていただきましょう。我々はようやくその機会を得た。まった事情は分かったがよ、そいつは俺にも何なのか分かんねえんだ。本当に何も知らないの？本当だよ。私が撃てないと思って舐めてるの？いや、やるときはやる人だって思うぜ。念のために聞いてみたのよ。あなたが映っているここ数日の映像は全部調べさせた。でもあなたはその偽札が何かまるで分かってないみたいだし、そもそもこの土地へ来た時には撃たれて死にかけてたわよね。知ってんじゃねえか。つまりあんたにはここに来た特別な目的があるようには見えない。まあそんなに頭も良さそうじゃないしね。もっと言い方ってもんがあんだろ。でもお前は違うな、ナンボー。俺が何だって言うんだ。お前が偉人町に現れたのは半年前。ホームレス街からよくこの建物を盗み見してた。他のホームレス仲間には目もくれずに。いつの間にそんな写真を？なのに偽札を持っていた春日一番とだけは急につるむようになった。なんでだ？難波は村長に俺を手当てするように言われて。それで？じゃあナイチンゲール症候群、看護師が患者に惚れちゃう？違うだろう。お前はこのどうなんだ。まだ総帥が話中だ。黙ってちゃ話が進まないよ。ナンバーユー、41歳、元看護師。あのね、そういうことを聞いてるんじゃ。秋葉翔一は俺の弟だ。え？秋葉翔一？フリー記者の。秋葉はペンネームで、本名はナンバー翔一だ。秋葉翔一はあんたの弟？よ、待てや。何の話してんだ。半年くらい前、どっからか偽札のことを嗅ぎつけたフリーの記者がいたんだよ。その名前が秋葉翔一。ところが偉人町に入り込んで数日後、どこかに消えた。どこかに消えた？とぼけんじゃねえ。その消える直前に俺は弟から連絡を受けてた。あいつは自分が監視されてるらしいって言ってた。コミジロの連中にな。お前らあいつを、弟をどこにやった？そうか、消えた弟を探してお前はこの町に。偉人町には肉の壁があると聞かされてた。よそ者がその内側に入り込むことはできねえともな。だから俺は
ホームレスに化けて彼らのねぐらに潜り込んだ。あそこからならコミジルを近くから監視することもできると考えて。そうだ。でもずっと何の糸口もつかめずにいた。お前が来るまではな。一番お前は変な札を持っていた。俺はすぐに気づいた。これは弟が追っていた偽札だってな。やっと掴んだ手がかりだ。その瞬間から俺は絶対にお前から離れずに追ってやろう。そして偽札を入手した流れから弟の手がかりを聞き出してやると決めたんだ。でも蓋を開けてみりゃ俺以上にお前は何も知りゃしなかった。笑っちまうよな。そうだったのか。まあお前は嘘がつける男じゃねえってことくらい分かってるさ。偽札のことを何も知らねえんじゃこれ以上つるむ理由もねえ。俺はよ、近いうちにお前の前からドロンと消えるつもりだったんだ。だってよ、だってしょうがねえだろ。ナンバー。でもこんなことになるなんて。すまん一番。すまんみんな。ナンちゃん。俺の弟をどうした？殺したのか？弟は生きてんのか？死んでんのか？それくらい教えろ。教えてくれたら俺はどうなっても構わねえ。でも一番たちは関係ねえ。してもこいつらだけは助けてやってくれ。頼む。紛れ込んでいたネズミは彼一人だけだったみたいね。ひとまずあなたたちは客人扱いにする。蝶にも気に入られてるみたいだしね。ちょっと待てや。どこへ連れて行く気だ？俺らの仲間を。仲間？あなた今の話は聞いてたでしょ。あの男は自分の損得感情であんたを騙してたのよ。出会った最初からね。そんな人間を仲間って呼ぶの？なあ、そうだな。俺がナンバを仲間って簡単に呼ぶのは違うのかもな。やっと分かったの？勘違いすんな。あいつは俺にとって仲間以上の人間だって言ってんだよ。なんだって？俺はここに流れ着いた時あいつに手当てされなきゃ死んでたんだ。ナンバはな、俺の命の恩人なんだ。俺は命の恩人に仲間にしてもらった立場なんだよ。ナンバの目的は行方不明の弟さんを見つけ出すことだ。親兄弟の心配をすることが損得感情だとは俺は全然思わねえ。あんたらよりもあいつの方がよっぽど筋の通った生き方してるぜ。
がいるのも忘れんなよ。さっきよ、一人で俺らを止められるとか言ってたな。この何してんの、人を集めな。やれるもんならやってみろや。さっきの言葉証明してみせましょう。頑張ります。俺の番だな。こいつでどうだ。どうするかね。苦しむがいい。この程度で自慢されても困ります。やってみろ。見せてやる。みんな頑張って。ほら来いよ。回復します。サンキュー。ありがとう。よし行くぞ。戻ったぜ。っかやるもんですね。逃げるぜナンバー。一番立てナンバー、すぐ新たが来るぞ。頑張って。くそ、やってやるよ。なめんなよ。私の番です。